こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の秋冬ビジカジアイテムはこの5点だけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。僕のこちらのチャンネルでは基本的にカジュアルなアイテムをご紹介することが多いんですが、やっぱりですね、カジュアルだけではなくてビジネスシーンでどんなものを着ればいいのか迷っている方は非常に多いのかなと思います。そんな時のために今回はですね、ビジカジで、ある程度ですね、数を制限しながら、このあたりさえ持っておけば十分回ってしまうよというところをですね、皆さんにしっかりめに解説をしていきたいなと思っています。最近ですね、ビジネスシーンの着こなしというのもだいぶカジュアル化してきてるかなと思います。かつてであればスーツを着てシャツを着てネクタイを締めるというところが、一番の王道だったわけなんですが、もう少しカジュアルめなスーツではなくてセットアップだったりだとか、ネクタイもあえてしないようなスタイルというところが割と定番化してるかなと思います。ただこのスタイルというのは実際ですね、まだまだ浸透しきってないところがあって、どのアイテムを買えばいいのか、またどのように組み合わせればいいのか、このあたりがわからないという方も少なくないかなと思うので、今回の動画でなるべく丁寧にですね、皆さんに解説ができればなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。どのアイテムに関しても今現在ですね、店舗だとかオンラインで買えるものがほとんどなので、ぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考にしながら、ここ数年でアップデートされた新たなビジネスカジュアルというところにですね、トライをしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからは具体的に皆さんにですね、秋冬のビジカジ用のアイテムをご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、やっぱり欠かせない一番基本となるセットアップですね。ここから解説をしたいなと思っているんですが、最近はスーツのようなちょっとカッチリとしたような上下セットというのはかつてほどは着られなくなってきたかなと思います。その一方でセットアップと呼ばれるような上下単品使いもできて、スーツよりは少しカジュアルな雰囲気の漂うものですね。このあたりを使う方が非常に増えてきてるかなと思います。全体的にビジネスウェアっていうのは少しずつカジュアル化するという流れで、これがですね、また元のクラシックな感じに戻るということは、なかなか考えづらいのかなと思っていまして、ですので皆さんもスーツをよく着てる方であっても、このようなセットアップスタイルというものはぜひ一つは持っておいていただきたいなと思っています。ではですね、どのセットアップがいいのかというと、選択肢がいっぱいあるので結構迷うところなんですが、今回はこちらビューティアンドユースのエコフルフランコンフォートジャケット、これですね、セットアップでボトムスも用意があります。こちらを今回はお勧めしたいなと思っています。セットアップというのは本当にこうユニクロだとか GU だとか、そのあたりの価格帯を抑えたところでも買うことができて、デザイン性もバランス取れていますし、素材感も決してチープには見えないんですが、ただですね、カジュアルな着こなしとはまた別にビジネスシーンでの着こなしとなると、ある程度自信を持って振る舞えるかどうかというところも大事になってくるかなと思います。デザイン性はそこまで大きくは変わらなくても、素材の質感だとかディティールのこだわりというところも含めてしっかりと作り上げてあるのがセレクトショップのオリジナルになるので、このあたりを買っておけば、まず間違いなく自信を持って振る舞えるのかなと思っています。で、今回はビューティー&ユースのセットアップをお勧めしたいなと思うんですが、先日ですね、同じくビューティー&ユースの360度マスターのですね、セットアップをご紹介したかなと思います。これもすごく使い勝手が良くて、個人的にも愛用しているんですが、サイズ感的に少しゆとりがあって、本当にこう今っぽい感じのセットアップで、ビジネス寄りというよりは少しカジュアル寄りだったりするので、今回はビジネスシーンで使うということを考慮しながら、こちらのですね、まずセットアップをご紹介できればなと思いました。まずサイズ感で言うと、このビジネスシーンでの着こなしにおいて、ちょいゆるサイズだとか、あとはビッグシルエットみたいな考え方というのはそこまで適用する必要は僕はないのかなと思います。かといってかつてのようにビタビタにタイトというのも今っぽくはないかなと思うんですが、ジャストサイズ目で選んでいただくのがビジネスシーンでは間違いないかなと思います。その点でこちらのですね、ジャケットに関してはもうジャストサイズ気味ですね。本当にジャストサイズを狙ってあって、ウエストなんですけども、グッとシェイプをするというよりは割とですね、ウエスト絞りすぎない形で調整してるので、そのあたりは今の雰囲気も若干取り入れてあるというところでは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。素材はフルフランと呼ばれるもので、これウールに見えるようなポリエステルの素材なんですね。非常によくできてるので、自宅での手洗いなんかも可能ですし、すごくリラックス感のあるような着心地のいい仕上がりになってるので、非常に使い勝手がいいんですね。秋冬用のアイテムということで、
表面にほんのりですね、起毛感もあって、このあたりにもですね、季節感が漂うので、まあ一着持っておいて、まず間違いのないような、そんなセットアップになってるかなと思います。まあカラーはネイビーとベージュがあるんですが、やはりベーシックにネイビーを持っておくのが、まず間違いがないかなと思います。まあビジネスシーンで使うような色合いというのは、ある程度限られていて、まあスーツとか、まあセットアップに関しては、ネイビーですとか、ダークグレー、まずこの2色があれば間違いがないかなと思います。まあそれに加えて、まあブラックなんかがあればシャープに見えますし、ちょっとモード感が漂うのでいいかなと思いますし、それ以外というところになると、例えばオリーブだとかベージュという選択肢があるんですが、やはり一番のベースになるのはネイビーというところで間違いがないかなと思うので、ちょっと良いものをですね、しっかりめに用意をしておくのが間違いのない選択かなと思います。襟の太さですね、ラペルというんですが、このあたりも太すぎず細すぎずのちょうどいいバランスですし、二つボタンでスタイルもしっかりとよく見えるような深めの襟になっていますし、このあたりもバランスがいいかなと思います。まあ主にですね、ネクタイを締めるようなセットアップではなくて、この後ご紹介するようなトップスとの相性ですね。そのあたりとの相性がいいようなセットアップになっているので、まあこれは一着持っておいて、まず間違いがないかなと思っています。ちなみにですね、今回ご紹介するアイテムなんですが、まあすべてのアイテムがそれぞれですね、コーディネートを完成するようなパーツになっているので、こちらのまずネイビーのセットアップは、そういった意味では鉄板なので、まあぜひ皆さんもですね、チェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、今度はセットアップの内側に入れるものなんですね。これはですね、基本的には2つの選択肢がありまして、まあ、従来であればシャツかなと思いますし、もう一つが春夏であれば T シャツだとかカットソーを入れて、秋冬であれば丸首のニットというところで、まあ、この3択になってくるのかなと思います。で、今回2つ目でご紹介したいのは、こちらですね、グリーンレベルのウェブ限定になっています、ジャストフィットポリエステルポリウレタンモックネックニットですね。こちら6930円ということで、これが使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、カラー展開が豊富なんですが、今回はあくまでネイビーのセットアップに対して合わせるということでは、まずはですね、ライトグレーですね。これがパッと明るい印象にもなりますし、ホワイトほどメリハリが効いてないので、まあ、すごく今っぽいようなカラーで使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。またはネイビーのセットアップに対して、ブラックで引き締めたりだとか、あとはダークグレーも良かったりするので、この3色ですね、おすすめできるような色合いかなと思っています。まあ、僕の中での優先順位で言えば、ライトグレーが1番で、まあ、ブラックでシャープにまとめるのが2つ目。そして、その中間的なダークグレーというところが3番目という形になるかなと思います。このグリーンレーベルの中でのウェブ限定になっているジャストフィットというシリーズですね。このあたりは、まあ、いわゆるこうトレンドをですね、しっかりと抑えたようなアイテムというよりは、ベーシックで使いやすいようなアイテムが非常に多くて、サイズ感で言っても名前の通り、ジャストめのサイズのものが多いんですね。まあ、実際ですね、セレクトショップっていうと、定番的なアイテムよりもトレンドを抑えたものの方が圧倒的に多くなるんですね。まあ、一方で、ベーシックなアイテムがなかなか揃いづらいなというところがあるんですけども、そのあたりをしっかりと揃えてるのが、このジャストフィットというシリーズなんですね。ちなみにこれ PR でお話ししてるんじゃなくて、僕も普段のスタイリングの中でもご提案してるので、そのあたりはガチでご紹介できればなと思ってるんですけども、その中でもこのニットはめちゃくちゃ使い勝手がいいです。まず、ジャケットの内側に着るニットのサイズ感としては、緩さがあると収まりが悪いんですね。なので、カジュアルシーンで着るニットと、ビジネスシーンで着るニットというのは僕は分けた方がいいなと思っていまして、こちらのニットに関してはサイズはジャストになっていまして、なおかつ生地の厚みなんですが、これが厚すぎてもすごく使いづらいんですね。純粋に室内だと暑かったりしますし、着膨れしちゃったりするので、なかなか難しいんですが、まあ、こちらは結構薄手の生地になっていますので、まあ、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。あとは襟元も見ていただきたいんですが、丸首のニットって、この襟元のフィット感ですね。ここがしっかりと首に吸い付くようなものの方が、だらしなく見えないんですね。これすごく重要で、僕も今までいろんな丸首ニットを着てきましたが、まあ、ジャケットを羽織った時にバランスのいいものっていうのは結構限られているんですが、こちらに関しては結構モックネック状になってるんですね。襟のですね、リブ部分も少し高めになっていまして、しっかりと首元がフィットするような形になってるんですね。ただ、通常のモックネックに比べると、割とこうクルーネックに近いような、クルーネックとモックネックの間くらいなので、この首あたりの違和感っていうのもないので、まあ
ょうど使いやすいなと思いました。探してもなかなか見つかりづらいのがこの手の商品で、まあ、価格もセレクトショップのオリジナルの中では6930円ということで比較的買いやすいというところではこれは鉄板かなと思います。個人的には2色ぐらいですね、ライトグレーとブラックとかライトグレーとダークグレーだとかこのあたり2色持っておいてもいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。もちろんですねビジネスカジュアルでも使うことができるんですが、ちょっと綺麗めな私服としても使うことができるので、まあ、そういった意味ではオンオフ兼用も叶うようなアイテムなので、まあ、ぜひこちらもですねネイビーのセットアップの内側の鉄板アイテムとして皆さんも検討していただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、今度はニットよりももうちょっと綺麗めになるようなシャツをご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、通常のボタンダウンのシャツだとか、あとはレギュラーカラーシャツではなくて、少しだけひねったバンドカラーシャツをご紹介したいなと思います。こちらですね、ユニバーサルランゲージのバンドカラーシャツですね。こちらギザコットンを使ったようなストライプのタイプになってまして、価格が8690円になっています。まあ、僕は結構ユニバーサルランゲージが好きで、もう個人向けのスタイリストとしても15年近くですねこちらのお店をですね使ってきたわけなんですが、まあ、大人のビジネスシーンに使いやすいようなものをしっかりと用意をしてありまして、まあ、その中でもこちらのバンドカラーシャツというのは今のトレンド感を踏まえたようなアイテムでもありつつ、ここ数年ですねずっと出続けているような襟型なので割と定番化してきたかなと思います。まあ、カジュアルシーンで使うことが多い襟型ではあるんですが、これをですねあえてセットアップの中に用いるというのも結構バランスが良かったりするんですね。まあ、特にネイビーのセットアップに対してこのような結構細かめのストライプのバンドカラーシャツめちゃくちゃ相性がいいです。まあ、ぜひ皆さんにもやってみていただきたいんですが、シャツの裾はボトムスにタックインをすれば綺麗めな感じでですね映りますし、タックアウトしてもですね結構これまた素敵に見えるので、もう仕事のシーンではタックインしてちょっとこう遊びに行く時なんかはタックアウトしながらセットアップと合わせるのすごくバランスがいいかなと思います。でバンドカラーシャツもカジュアルで合わせるものになるとですね、やはり身幅とかがかなりゆとりがあったりとか肩が落ちてるものが多かったりするんですね。まあ、僕も自分のブランドでバンドカラーシャツってよく作ってるんですが、まあくまでカジュアルで使うものというのはサイズ感結構緩めにしてるんですね。ですがユニバーサルランゲージはやっぱりこうスーツストアとしての基盤があるので、このあたりはジャケットとかセットアップとの相性がいいようなフィッティングになってるので使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、丈もですね決して長すぎないような形になっているので、入れても出しても使えるようなそんなちょうどいいバランスになってるかなと思っています。でやっぱり素材使いにもこだわりがあって、希少なエジプトのですねギザコットンを使ってあるので表面の微光沢も含めて上品に見えるので、ちょっとカジュアルめなバンドカラーなんだけども決して子供っぽく見えるようなバランスではないので、このあたりもすごく安心感があるようなアイテムになってるかなと思います。なかなかですねこのようなビジネスシーンで使えるバンドカラーシャツ、中でも僕はストライプ柄というのがシャープに見えるしすごく好きなんですが、探しても見つからないですね。ですが今回これもうめちゃくちゃドストライクなもの見つかったので皆さんにご紹介できればなと思っています。 S から LL のですね4サイズ展開なので、まあ、結構いろんな体型の方にも似合うかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、セットアップの上に着るようなコートですね。まあ秋から冬にかけて、まあ少し気温が下がってきた時に、セットアップだけじゃ寒いかなという時には、やはりコート1着あった方がいいかなと思うんですが、まあそんな時にあると便利なのがこちらですね。シップセニーの3レイヤーバルカラーコートですね。価格が結構ですね、抑えめの 15,950 円になっています。これはですね、使い勝手が非常にいいんじゃないのかなと思います。ビジネスシーンで着るコートといったら、結構、デザイン的には限られていて、まあ、ステンカラーコート、バルカラーコートですね。ちょっと丸みがあって、A ラインのですね、シルエットのコートですね。これがベーシックなものとしてあって、もう一つがチェスターコートと呼ばれるような、ジャケットの着丈をそのまま長くしたような形態のコートですね。まあ、この二つがですね、結構代表的なモデルになってくるかなと思うんですが、まあ、今回は一つ目の方ですね、バルカラーコートですね。メンズにおいてはすごくベーシックな形なので、まあ、着るだけで安心感があるというところですね。まあ、最近はですね、サイズ感も少しゆとりのあるものがトレンドになってきているので、まあ、このようなステンカラーコート、バルカラーコートというのはですね、最初からゆとりのあるような設計なので、今のトレンドとの相性もいいんですね。まあ、これすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思いました。ただこれビジネスシーンでガチガチに着るようなクラシカルな感じかというと、少しスポーティーな素材使いになっているんですね。アウトドア
ブランドなんかで使われているシェルジャケットですね。そういったところで使用されるような3レイヤーの機能素材を使っているので、結構雨なんかにも強かったりするので、ラフに使いやすいんですね。まあ、セットアップというアイテム自体がスーツに比べるとややカジュアルなので、ガチッとクラシックなコートよりは少しスポーティーだとかカジュアルさのあるものを合わせた方が僕はハマりがいいかなと思うので、これぐらいのですねリラックス感のあるような雰囲気はすごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。ジャケットの上から着用してもしっかりとですね動きやすいような袖前の設計になっているのも非常に嬉しいところですし、結構これ単体で見てもビジネスカジュアルだけではなくてデニムとかに合わせればカジュアルシーンでも使えたりするので、オンオフ兼用できるというところも含めてなかなか使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。でカラー展開がブラック、ベージュとオリーブということで、まあ、3色になっていますが、まあ、まずですねベーシックで使いやすいのはブラックかなと思います。まあ、ネイビーのセットアップに対してネイビーのコートというのもいいんですが、まあ、少しですね色味を変えてあげるのもいいかなと思うので、シャープなブラックでまとめてあげるというのもバランスがいいんじゃないのかなと思います。もしくはですね少し明るさを出したい時にはベージュもすごく使いやすいですね。これだと結構春なんかにも対応できますし、少しカジュアル感も出るので、よりビジネスシーンだけではなくてカジュアルでも使いやすいので、これまたバランスがいいんじゃないのかなと思います。価格も結構抑えめで手洗い可能だったりするところも含めて、まあ、コートの中ではすごく扱いもしやすいんですね。まあ、このあたりのスーツスタイルよりは少しですね機能的でなおかつ気軽にケアしやすいというところが、まあ、最近のアイテムには非常に多かったですので、このコートもですねぜひ皆さんセットアップの上に羽織るぐらいだったら結構長い季節着れると思うので、皆さんもチェックしていただければなと思っています。続いてラスト5点目はですね、シューズに行きたいなと思っています。今回ご紹介したいのは、グリーンレベルのですね、これ以前にもご紹介したんですね、店舗の方で撮影をした時にご紹介しましたが、別注の GH バスのローファーですね、価格が 22,000円ということで、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思いました。1876年に設立された、もう老舗の GH バスのですね、ローファーっていうのは、かなりファンが多いんですが、まあ、そんなクラシックなローファーに対して、グリーンレベルが別注をかけることで、アッパー部分はシンプルなローファーなんだけども、デッキシューズのソールをですね搭載してるので、このあたりの履き心地の良さですね、使い勝手がめちゃくちゃいいんですね。アッパーの部分はベーシックなコインローファーをベースに作られているんですが、ソール部分に特徴がありまして、まあ、デッキシューズ用のソールをつけてるんですね。ですので履き心地がすごくいいんですよね。カチッとしたクラシックすぎるようなローファーよりは割とですねセットアップのスタイルにも合わせやすいですし、これ結構ですね先ほどのバルカラコートなんかと合わせながらですねオフのシーンでもちょっと小綺麗に使うことができたりするので、オンオフ兼用できるんですね。やっぱりビジネスシーンだけで使えるというのもすごくありがたいんだけども、オフにも転用できたらそれはそれでラッキーだよねっていうのがあるので、まあ、そのあたり両方使えるというところでは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、別注でありながらも 22,000円ということで、価格もまあ頑張れば買えるというところで使い勝手がいいと思うんですが、カラー展開がブラックとですねこれその他1というのがあって、これはですねダークブラウンのスウェードですね、これがですねなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、王道はブラックなんですよ。まあ、ブラックを1個持っておけばオールシーズン使うことができて、ネイビーのセットアップとも間違いなく合ってくるので、まあ定番かなと思います。でちょっとおしゃれ感を出すのであれば、このスウェードのダークブラウンというのもなかなかバランスがいいんですね。秋冬らしいですね、ちょっとこうコクのあるような色合いで、なおかつスウェード素材なのでちょっと気の利いた感じにも仕上がるので、これまたバランスがいいです。ネイビーとブラウンというのも非常に相性がいい色なので、まあ、ちょっとクロート感のある着こなしを目指したい方はこちらを選んでいただくのがいいかなと思います。今回ご紹介したアイテムともすべてですね親和性が高いのがこのあたりのローファーなので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では久々のビジカジですね、秋冬の鉄板のアイテムをですね5種類皆さんにご紹介させていただきました。まあ、ネイビーのセットアップがあって、その内側に丸首のニットですね、これに関してはライトグレーだとか、あとはブラックだとか2パターンぐらいあったら理想的ではあります。そしてニットだけではなくてちょっと小綺麗に見えるシャツなんですが、バンドカラーのストライプシャツがあって、でコートに関してはブラックのバルカラーのものがあり6点になってしまいましたが、あとは足元のローファーですね、このあたりはブラックなのかダークブラウンのスウェードなのか、この
あたりがあればもう全身でそのまま着こなしが完成してしまいますので、まあ、よかったら皆さんも参考にしていただきたいなと思っています。まあ、もちろんですね、ネイビーのジャケット持ってる方はちょっと違ったダークグレーを選んでみるのもいいと思いますし、オリーブみたいなものをトライしてみるのもいいと思います。まあ、今回はですね、ビューティー&ユースのセットアップをご紹介しましたが、先日ご紹介しました417のエディフィスのセットアップもありますし、シップセーニーだとか、あとはグリーンレベルだとか、このあたりにも結構しっかりとしたセットアップはありますので、まあ、ぜひ皆さんにとって普段行き慣れてるショップで買っていただくのがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、今回ご紹介したアイテムっていうのは、ものすごく気を照らったものっていうのはなくて、結構ベーシックなビジネスカジュアルのアイテムなんですが、ただこれらのアイテムを丁寧に揃えて、綺麗に着こなしができている方っていうのはほとんど見かけません。なので、このあたりのスタイルができれば十分素敵に見えるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも参考にしながら、秋冬の着こなし楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、まあ、普段ですね、なかなか語らないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、あとはですね、専門ブランドですね、このあたりはちょっとツーなアイテムになってくるので、中級者の方に向けた内容になるんですが、このあたりは僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本、週末にですねライブ配信っていうのもやっています。皆さんからいただいたご質問にその場でお答えするような形で、まあ、ワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画見る時間がないよという方のためにオンラインサロンというものもやっています。まあ、こちらの方では写真と文章ベースでおすすめのアイテムをですねどんどんご紹介しています。僕もですね毎日記事を投稿していますし、僕以外のスタイリストも結構記事を書いてくれてるんですね。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるような、まあ、一つのコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。